こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では僕がですね、今年の冬に買って本当に良かったと思ってるアイテムを皆さんに具体的に5つご紹介をしてみたいなというふうに思ってます。僕はですね、仕事としても服をいろいろと買って、体感をしているわけなんですが、一個人としてもやっぱり服が好きなので、プライベートでもいろんなものを買うわけですね。そんな中で、いろんな服がクローゼットの中にあるんですが、よく着るものというのは結構限られているんですね。もちろんですね、僕が普段 YouTube で解説しているアイテムも着るものたくさんあるんですが、その中でも結構気に入ってるものというのをですね、今回は皆さんにご紹介したらと思ってますし、この無料版の YouTube の中ではあまりご紹介しないようなちょっと通なものはですね、メンバーシップチャンネルの方でよく解説してるんですが、そちらの中からもですね、厳選して5つ皆さんにですね、僕の私物をご紹介してみたいなというふうに思ってます。結構価格帯は様々で、買いやすいものから結構ですね、ぶっ飛んだ価格帯のものまであるんですが、こういったものを愛用してるんだなというところで、皆さんの一つの参考になれば嬉しいなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの今日をですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し通なアイテムに関しては、先ほどもお伝えした通り、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方からぜひチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速ここからはですね、実際に僕が買って気に入ってるものを皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず一つ目はですね、僕が先ほどから着ていますこちらのアウターですね。プラス J のウールブレンドのですね、シャツジャケットですね。色はダークグレーを僕は選んだんですが、これがですね、ユニクロいろんなものを買って皆さんにご紹介はしてるんですが、私物の中で一番着てるのはこちらのですね、シャツジャケットかなというふうに思ってます。去年のプラス J にも同じようなものがあって、それまたですね、すごく愛用していたんですが、今年のモデルはさらにですね、完成度が高くて、着ていてですね、すごく満足度が高いんですね。まずどこが気に入っているのかというと、この丈の長さですね。今撮影しているのは12月の初旬なんですが、そこまでまだ寒くないので、僕はちょっとロング丈のコートはまだ温存しておきたいなというふうに思っていまして、これぐらいの気候であれば、長さ的にはこれぐらいで十分かなと思ってるんですね。シャツジャケットという名前はついてますが、結構ですね、厚みはしっかりとあるので、シャツというよりは完全にアウターとして使っていただけるかなと思います。ディティールがシャツっぽいというだけですね。ですので1枚で着てもそれなりに暖かいですし、サイズもですね、オーバーシルエットなので内側着込むことができるので、結構ですね、長い時期使っていただくことができるのかなと思ってます。このような丈がですね、あんまり長くないようなアウターって今年は結構旬かなというふうに思ってまして、例えば老舗のバブアーですね、こちらのアウターが今年はですね、すごく様々なブランドでコラボレーションしていて、人気が改めて高まっているんですが、バブアーのアウターも決して長すぎるものではなくて、同じぐらいの丈の長さなんですね。こういった足さばきのいいアウターというのは着心地もいいですし、楽なんですよね。そしてなおかつ今の旬な雰囲気も漂いやすいので、1枚持っておいて、まず損はないかなというふうに思ってます。同じようなアウターをですね、もうちょっと高い価格帯でもいいから欲しいなと思って、結構様々なお店で探してみたんですが、意外とですね、これに勝るものが見つからなかったんですね。それぐらい完成度が高いのがプラス J のアイテムで、単価としてもユニクロの中では決して安くはないんですが、素材の質感も良くて、デザインもやはりですね、プラス J ということもあって、非常にクオリティが高いので、これはですね、今季のユニクロの商品の中で、個人的にはナンバーワンに気に入ってるアイテムかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思ってます。例年であれば結構プラス J って早く売り切れてしまうものも多かったんですが、こちらのアイテムって正直そんなに派手さのあるものではなくて、一部の方の中では評価が高いかもしれないけども、一般的には結構スルーされていることが多いのかなと思います。まだまだオンラインでも在庫がありますので、ぜひ皆さんもですね、こちらチェックしていただいて、売り切れる前に買い揃えていただきたいなというふうに思ってます。そして、この内側に着てるのもですね、実はプラス J のアイテムなんですが、スタンドカラーシャツですね。これもね、合わせて着ることが多くて、ブラウンカラーなんですが、すごく品があって、土っぽく見えないような、すごくいいカラーなんですね。ですので、このダークグレーのアウターと、このブラウンのですね、スタンドカラーシャツ、この2つのセットを僕は楽しんでますので、こちらも合わせてチェックをしていただければなというふうに思っています。
はい、続いて2つ目なんですが、僕が今着ているこちらのパーカーなんですね。ですね、最近購入したこちらはビューティー&ユースのオリジナルのパーカーなんですが、これがですね、個人的にすごく気に入っていて、かなりヘビーローテーションで着ていますね。動画の中でも何回か着たことあるかもしれないですが、これまたですね、どこのパーカーですかと聞いていただくことが多かったので、意外とですね、皆さんも気になっているかなというふうに思ってます。まあ、いろんな気に入ってるポイントがあるんですが、まずは色味ですね。これが個人的に気に入ってまして、先ほどご紹介したプラス J のシャツもですね、ブラウンカラーだったと思うんですが、こちらもですね、なんかちょっと曖昧なカラーになってまして、ベージュとブラウンの間ぐらいのカラーで、すごくですね、秋冬らしさが出ていて、個人的にはすごく好きなカラーなんですね。まあ、ベージュとかブラウンって結構ちょっとした色の違いで、おしゃれに見えるのか、やぼったく見えるのか、結構絶妙なところがあるんですが、本当にこの色合いというのは、上品さもありながら、カジュアルさも感じるような、本当にいい色味で、個人的にもですね、すごく気に入っているポイントかなと思ってます。あとはサイズ感も絶妙で、ちょっとゆったりめではあるんですね。まあ、身幅もですね、かなりゆとりがありますし、あとはですね、こういった腕の部分なんかにもたるみがあって、そういった点もですね、今っぽいシルエットになってるんですね。ただ、ポケットですね。これはですね、まあ、パーカーといえばカンガルーポケットといって、外付けのですね、カジュアルなポケットが付いていることが多いんですけども、こちらのパーカーに関しては外付けのポケットではなくて、サイドから手が入れられるような感じになってまして、割とデザイン的にはスッキリしてるんですね。まあ、サイズ感はカジュアルなんですが、そういったディティールはですね、結構シンプルで大人っぽくしてあったりだとか、素材の色味だとか質感に関しては、すごく上品で大人っぽいような仕上がりになっているので、このですね、綺麗さとカジュアルさをですね、うまくミックスしているあたりが、すごく完成度が高いなと思っていて、このパーカーめちゃくちゃ着ています。多分ですね、今もビューティー&ユースのお店に並んでいるか、まあオンラインでも買えるかなと思うので、リンクは貼っておきたいなと思ってるんですが、まあ数あるパーカー、僕自身も買ってきた中で、まあ、今年一番よく着てるのが、こちらのパーカーなので、ぜひ皆さんもですね、大人に似合うパーカーとしてチェックしていただければなというふうに思ってます。ちなみにこちらのパーカーなんですけども、先ほどのプラス J のですね、シャツアウターと、重ね着してあげるのも結構バランスがいいですし、あとはですね、この後もご紹介します。ロング丈のコートとの相性もめちゃくちゃいいので、まあ、これからの季節ですね、重ね着の一部としてパーカーすごく活用できるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、チェックしていただければなというふうに思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、僕が今上に羽織ってます、こちらのコートですね、テアトラというブランドのデバイスコートというですね、もう名作と呼ばれているようなコートなんですが、今年ですね、ようやく購入をしました。まあ、前々から気になってはいたんですね。一番最初にこのコートと出会ったのは、おそらくですね、今から6、7年ぐらい前かなと思うんですけども、まだ当時はですね、どちらかというとサイズ感もオーバーサイズはトレンドではなくて、バリバリにタイトシルエットがですね、主流だった頃で、まあ、僕自身もちょっとオーバーサイズのものにトライはし始めた頃なんですが、ただまだ見慣れてなかったので、こういったテアトラのですね、コート、やっぱりサイズ感としてはゆったりなんですね。これがですね、最小サイズなんですが、それでもですね、丈も長いし、すごくですね、身幅もゆったりなんですね。ちょっとこの画角だと見えづらいので、ちょっと椅子の上にも立ってみますが、丈も長いですよね。このようなロング丈のコートでゆったりめのものって、まだまだその時代には多くなかったんですね。まあ、僕が知る限りでは、テアトラのこのデバイスコートと、あとはですね、コモリというブランドのタイロケンコート、この2つがですね、当時からかなり目立っていましたし、ビッグシルエットというところをいち早くですね、取り入れた名作だったかなと思ってるんですね。このコートというのは、まずはですね、圧倒的に着心地が良くて、着ていて楽なんですよね。まあ、ロング丈のコートって重たいものはずしっとですね、肩が凝るぐらいの重量があったりするんですが、これはね、すごく軽いんですね。しかもこちら小松マテーレというですね、国内のかなり有名なファブリックブランドのものを使っていまして、すごく軽くて暖かいというところ。ですので、真冬になると結構寒暖差が室内と外であるかなと思うんですが、そんな時にもですね、このアウターが1枚あれば結構使い勝手がいいんじゃないのかなということで、まあ、あくまで仕事用のコートとして購入をしました。ですので、普段はですね、このようなパーカーと合わせるというよりは、丸首のニットと合わせるような形で、綺麗めに振ることが多いんですが、このようなコートが一着あると結構心強いのかなというふうに思っています。
まあ、デザイン的にはですね、ちょっと大きめの襟が特徴的ですね。まあ、最近はですね、このような襟の大きいコートトレンドになってきてまして、似たようなものも増えているんですが、いち早くこういったコートのデザインを取り入れたのはテアトラだったかなと思ってまして、改めてですね、すごい先見の明のあるブランドかなと思ってます。で、収納量もすごくて、これ一着あったらもう本当にですね、手ぶらで OK なんですよ。見ていただきたいのが、まあ、ポケットがこのあたりにもですね、大きめのものがついていまして、iPad ぐらい入っちゃうんですね。もともとそういうような設計なんですけども、ポケットの収納量がすごくて、右も左もですね、がっつりあるので、このコートを着るときにはもうほんと手ぶらで十分かなと思ってます。まあ、ただですね、まだそんなに寒くないので、僕自身ですね、一度しか着たことがないんですが、これからですね、真冬にかけてガンガンに活用したいコートかなと思ってます。ただやっぱりですね、なかなか買えるような機会がなくて、ちょっと早めに買わないと売り切れてしまうんですね。おそらくこの動画が出る頃には、ほとんどですね、在庫がないかなと思うので、まあ皆さんもですね、もし気になる方は、まあウェブで検索してもらったりだとか、お店に行って、まあいろいろと聞いてみていただくのがいいかなと思うんですが、本当におしゃれが好きな方であれば、誰もが一度は聞いたことがあるような名作のコートで、やっぱりですね、素材使いもデザイン性も含めて完成度が高いので、まあ一着持っておけばですね、一生ものっていうことはないかなと思うんですが、まあ数年単位で着ていただけるかなと思います。僕自身もですね、少なくとも5年ぐらいは着倒そうかなと思ってるので、まあ、決して安くはない投資ですが、まあ、これは買ってよかったアイテムなのかなというふうに思っています。色は僕はブラックを選んだんですが、ダークネイビーもすごくいい色で、ほぼブラックに近いような色味なんですね。ですが少し柔らかみもあったりするので、色選びは結構難しいところかなと思うんですが、このデバイスコートはさすが何年にもわたってリリースされるだけあって、完成度は非常に高いかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、見かける機会があったら、まずは試着からしていただければなというふうに思ってます。はい、続いて4点目はですね、僕が今着ているこちらのニットですね。H Beauty & Youth というブランドのですね、ワッフルクルーネックセーターですね。これが個人的にすごく気に入っていまして、今季ですね、結構着ているんですね。色はですね、ちょっとわかりづらいんですが、ダークグリーンと呼んだらいいんですかね。かなり深みのあるグリーンになってまして、この色に僕は一目惚れをして購入をしました。まあ、セーターはですね、ブラック、ダークグレー、このあたりが、まあ、本当に僕自身持ってるものが多いんですが、ちょっとこう差し色になるものがあったらいいなということで、その中でもこのダークグリーンですね。まあ色は濃くて割とですね、ブラックだとかネイビーとかのコートにも合いやすいですし、馴染みもいいんですが、ちょっとだけ色の雰囲気は楽しめるということで、個人的にはすごくこちら気に入っていますね。僕の YouTube の動画の中では、H Beauty & Youth っていう名前自体ほとんど出したことがないかなと思うんですが、個人的には一番よく買い物をするブランド、ショップでもあるんですね。まあ、青山に店舗がありまして、そちらにですね、多い時には週に1、2回ぐらい僕は足を運んでるんですけども、まあ、そちらに並んでいるお洋服自体のセレクトもめちゃくちゃセンスがいいですし、オリジナルの H Beauty & Youth の服も、まあ、デザイン的にはですね、ベーシックで使いやすいんですけども、トレンド感の漂うですね、ちょっとゆったりめのサイズ感だとか、あとはデザインにも一癖あって、個人的にはですね、一番好きなのがこのブランドかなと思ってまして、今シーズンだけでもですね、結構たくさんの服を買っているんですね。ですので、メンバーシップチャンネルの中では結構定番的によく出しているブランドなんですけども、ここのニット非常にですね、クオリティが高かったので、まあ、皆さんにもご紹介ができればなというふうに思ってます。まあ、襟元なんですけども、丸首のように見えて、ちょっとこう、ボートネックっぽいような形になってまして、横長に切れているんですね。ですので、下に T シャツを着ると、このあたりはあまり見えないんですが、この首のですね、付け根の部分に少しだけ覗くようなバランス。これもまたですね、ちょっと見え方の工夫があって、個人的には気に入ってるんですね。あとはですね、この凹凸感のある生地感。これもまたですね、ざっくりとした感じで、まあ、まさに秋冬っぽいですね、カジュアルさがあるかなというところで、非常に気に入ってるんですね。まあ、これ単体で着るというよりは、結構真冬のですね、内側に着ることが多くて、ロング丈のコートだとか、あとはダウンなんかで合わせてあげてもいいかなと思うので、結構ニットって様々な場面で使うことが多いので、まあ一着くらいはですね、ちょっと贅沢して良いものを買ってみるのもいいかなと思って、こちらをですね、今年は買ってみました。もちろんユニクロよりもですね、上品なニット、使いやすいものたくさんあるんですが、たまにはですね、ちょっと背伸びをして、セレクトショップのオリジナルくらいの価格帯で買ってみると、すごく新鮮な雰囲気が味わえるかなと思ってます。
色自体のバリエーションも豊富ですし、あとは編み方でも全然見え方が変わってくるので、まあ、こういったトレンド感があって、なおかつですね、様々な着こなしに使えるようなニットは、まあ、一着だけでもいいので、ちょっといいものを買ってみると、すごくですね、気分が変わるかなと思うんで、ぜひ皆さんもお試しいただければなというふうに思っています。はい、続いてラスト5点目はですね、小物なんですが、ですね、バッグを久々に購入しました。ただですね、最近僕は持ち物が結構少なくて、仕事の際にもですね、携帯と財布とちょっとしたですね、ポーチぐらいしか持ち歩かないので、そんなに大きいバッグって必要ないなと思ってまして、以前はですね、レザーのしっかりとした、トートバッグを持ち歩いていたんですけども、そちらだとですね、ちょっと肩が凝るなということで、もっと楽なものがないかなといろいろ探していたところ、僕がですね、見つけたのはこちらなんですね。まあ、ちっちゃなですね、レザー製のトートバッグなんですが、これはですね、エンダスキマーというブランドがありまして、まあ、革小物がですね、得意なブランドなんですけども、そちらのミニトートバッグになっています。まあ、これぐらいだと、一応ですね、荷物が多い時、例えばノートパソコンも入りますし、あとは雑誌だとか A4 の書類ぐらいも入るようなサイズ感なんですが、ただですね、本当に持っていて邪魔にならないようなサイズ感なので、僕は普段ですね、このような形で、まあ、どうかな。ちょっと上がってみましょうか。こんな形で持ってることが多いんですね。まあ、サイズ感的にはですね、小ぶりなのですごくバランスがいいですし、肩掛けもできるんですが、僕はですね、ちょっと軽く手に巻くような形で、こんな形で持ってることが多いですね。軽くて非常に便利なので、個人的にはすごく気に入っています。ただこれぐらいのサイズのトートバッグって本当になくて、まあ、僕自身もですね、いろいろ探したんですが、ようやく見つけたのはこのエンダースキマーだったんですね。まあ、こういったサイズ感になると、もっとカジュアルなキャンパス地のものが圧倒的に多いんですが、まあ、レザー製のものとかでいいものないかなと思っていたんですが、まあ、これ、すごく個人的にも気に入っています。なかなか通なブランドで、おしゃれが相当好きな方じゃないと知らないようなブランドかなと思うんですが、まあ、非常にですね、こだわりがあって、個人的には気に入っています。ただですね、僕はこのバッグ、買ったはいいけども、色がですね、ちょっとイメージより薄かったかなと思ってまして、実はですね、この内側見ていただくとわかるんですが、ここからだいぶマニアックな話しますけども、本当はですね、これぐらいの色味だったんですね。グレーの中でもミディアムグレーぐらいの色味だったんですね。ただちょっともう少し濃い方が個人的には好きだなということで、実はですね、これ、染め球というですね、スプレーがあるんですね。それで塗ったんですね。だからちょっとこう色味としてはかなり濃いめのダークグレーになってるかなと思います。この色を塗ったというのが個人的にはですね、かなりハマりまして、まあ、正直やるまではちょっとこう不安だったんですが、色、イメージ通りというか、それ以上にいい形で仕上がったので、個人的ですね、これはカスタムバッグとして、すごく完成度は高かったかなというふうに思ってます。まあ、なかなかですね、そこまでやるというのは一般的ではないかなと思うんですが、ちょっと自分の中ではしっくり来なかったなという場合は、色をですね、変えてみたり、服だったらお直しをしてサイズ感を変えたりしながら、自分の感覚に合わせるということはよくやるんですが、これもいい色になったかなというふうに思っています。まあ、これは仕事用のバッグとして僕は普段使ってるんですが、まあ、もうちょっとカジュアル感のあるような、普段使いができるようなバッグは、ちょっと今自分のブランドでですね、試作をしている最中で、まあ、来年の早い段階にはですね、皆さんにもご紹介ができるかなと思うので、結構普段使いできるようなちっちゃなバッグってあると便利かなと思うので、ぜひ皆さんもですね、自分の中でしっくりくるようなものをですね、探していただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画ではですね、ちょっといつもとは雰囲気だいぶ変わったかなと思います。僕が個人的に買って気に入っているものを皆さんにご紹介させていただきました。まあ普段からですね、馴染みのプラス J だとかユニクロの商品からビューティー&ユースだとか、あとはですね、あまり普段この動画の中では出さないような H ビューティー&ユースだとか、エンダースキマだとか、ちょっとマニアックなものもご紹介したんですが、まあ、たまにはですね、こういった動画を出すのもいいかなと思ってます。もちろんですね、こちらの YouTube チャンネルの目的としては、ファッションを楽しむ第一歩としての情報を出していきたいんですけども、たまにはですね、僕個人が楽しんでるもの、メンバーシップで普段出したようなものも出していきたいなと思ってますので、まあそういったものを楽しんでいただけたらすごく嬉しいかなというふうに思ってます。ぜひ皆さんもですね、こちらのコメント欄を活用しながら、どのアイテムが気になったというのがあったらですね、
書き込んでいただければなというふうに思ってます。そして皆さんが最近買ってすごく良かったものもですね、ぜひ教えてもらえたら僕の動画のネタにもなりますので、いろいろと教えていただければなというふうに思ってます。これからもですね、こちらの動画では大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。